日本は国民100人あたりにつきプレジャーボートを 0.2 隻保有しています。様々なヨットがありますが、中にはとんでもないレベルのものもあるのです。どうもこんにちは、ルンです。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回はとんでもなく高価なスーパーヨットについてご案内いたします。他にもどんなヨットがあるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてね。では行ってみましょう。アルマカブ。アルマカブは全長141メートル、世界でも最大級のヨットです。所有者はハマド・ビン・ジャシム、カタールの元首相です。船内にはオーナー専用の VIP スイートルームが2室、ゲスト用のスイートルームが10室。でも VIP ではないからといってがっかりしないでください。ゲスト用のスイートルームにもちゃんとリビングルーム、バスルーム、ダブルルームの寝室があります。この豪華ヨットにはその他にも映画館、スイミングプール、ヘリポート付きです。2009年にヨットオブザイヤーを受賞したこの船は約280億円の価値があると推定されています。ドバイ。2009年アラブ首長国連邦のムハンマド首相は一隻のヨットを購入しました。それがこちら、名前もズバリドバイです。全長162メートルの超大型ヨットであり、世界第3位の大きさを誇ります。ゲスト36人、クルー88人を含めて115人までが乗船可能。レストランやバー、プール、スポーツジム、ヘリポートなどをがっつりと装備しています。さらにヨットの中にはエレベーターが3機もあり、階段を使うなんて面倒なことはありません。約350億円を払ったムハンマド首相はラグジュアリーなライフをエンジョイできちゃうのです。セーリングヨット A。 2017年ドイツの港から一隻のヨットが試験航海に出発しました。その名はセーリングヨット A。 船名はシンプルに A と名付けられました。これは船舶リストの一番トップに登録されるため。全長は143メートルと世界第8位であるものの、マストは90メートルを超えており、世界一の高さを誇ります。持ち主はロシアの大富豪アンドレイ・メルニチェンコ氏。ゲスト20人、クルー54人が乗船でき、甲板にはヘリパッドやプールを設置。また船体の下部にある展望スペースからはガラス越しに海中の様子を眺めることが可能です。セーリングヨット A は推定価格535億円と言われているのですが、メルニチェンコ氏はもう一隻スーパーヨットを保有しているのです。その名もモーターヨット A。 全長118メートルで約317億円とのこと。しかしどんだけ A が好きなんですかね。アッザム。2013年ドイツで建造されていたスーパーヨットが公開されました。名前はアッザム。全長約180メートル、幅約20メートルで、アメリカ海軍駆逐艦を上回る大きさです。長い間、このヨットの持ち主は不明のままでした。しかし最近になって、アラブ首長国連邦のハリーファ大統領が所有していることが判明しています。一国の元首が持ち主であることもあってか、ヨットのセキュリティ対策はもうガチムチ状態。寝室は防弾仕様であり、ミサイル防衛システムや潜水艦までもが装備されているとのこと。他にも秘密の装備があるそうなのですが、ほとんど情報が公開されてはいません。とりあえずこんなヨットには下手に手出しをしない方が良さそうですね。トパーズ。トパーズはマンスール・ビン・ザイードという人物が所有しています。実は彼、プロサッカークラブであるマンチェスターシティの元オーナー。いろいろと見てきましたが、アラブの偉い人たちは皆さん豪華なヨットを持ちたがる傾向にあるようですね。この巨大なヨットは26の客室に62人のゲストを収容でき、
79人のクルーを乗せられます。いろいろな設備が揃っており、7つのデッキ、ジャグジー、ジム、美容室、展望ラウンジ付き、さらにサウナ、図書室、オーナー用の書斎、トルコ式お風呂、ヘリポート2つ、そして会議室があります。ホテルでする退屈な会議に飽きたら、580億円の豪華ヨットでの会議はいかがでしょう。あくまでも夢でしかありませんが、ペロラス。ペロラスは全長115メートルのヨットで、内装には天然材が使われ、ビーチハウスのような雰囲気です。このヨットはロシア人実業家のロマン・アブラモビッチが所有していました。彼はサッカークラブチェルシーのオーナーです。2005年にはこのヨットをチームのベストプレイヤーに貸し出したとも言われています。頑張ったご褒美としては最高ですね。しかし妻との離婚後、奥さんはこのヨットをアメリカ人の実業家に売却。その後間もなく現在のオーナー、アブドラビン・ザヤド・アル・ナヤンに売却されました。ペロラスは11の客室に22人のゲストを収容でき、そのうち2室は VIP 専用特別室、1室はマスタースイートルーム、残り8室がダブルルームです。とにかくほぼ全部豪華なお部屋と考えた方がいいでしょうね。このヨットには最新のスタビライザー装置がついていて、航行中の揺れが少なくなるように設計されています。船酔いになりやすい人にとっては救いですね。価格はおよそ335億円と言われています。エクリプス。2009年ロシアの富豪ロマン・アブラモビッチ氏は一隻のヨットをお披露目しました。それはエクリプス、全長170メートルです。このヨットは当初約558億円かけて作られました。しかし様々な装備を追加した結果、約1674億円になるとのこと。例えば2つのヘリポートや小型潜水艦、ミサイルを撃ち込まれても割れない窓などなど。ホテル以上に快適で、ビューティーサロンや会議室、ディスコ、映画館、プールも完備。さらにこのヨットにはパパラッチ対策用のシールドも設置しています。カメラを検知すると光線が発射されて写真を破壊するのです。この船にはクルーに払う給料や燃料費、メンテナンス費用、停泊費用、税金などがかかり、年間約55億円かかる計算になります。持っているだけでもえらい金額なのです。したがってアブラモビッチ氏は船をチャーター用として登録しています。つまりあなたも船に乗って楽しむことができるのです。1週間船を借りて航海を楽しんだ場合、その金額はおよそ250億円。あなたも友達を集めてお金を出し合ったらいいかもしれませんね。ストリートオブモナコ。地中海沿岸の小国モナコ。この国に住む大富豪たちがあまりにもモナコを好きすぎちゃってしまい、この街を独り占めしたいなぁと考えたのがストリートオブモナコのきっかけです。それはなんとモナコの街を船の上に再現しようというものでした。モナコが誇る超一流ホテルの会場版を楽しむことができるのです。もっとすごいのは F1 グランプリが行われるレースコースまで戦場に再現。ゴーカートのコースになっており、観戦も実戦も自由です。テニスコートや広いプール、ヘリポート、映画館、潜水艦までついています。 VIP スイートは広さ353平方メートルで、オフィス、広間、衣装部屋、バルコニー付き。もっと素晴らしいのがオーナー用の部屋で、広さは1400平方メートル、3階建てです。贅の限りを尽くしたこの船にはたった16名の客しか乗れません。残りは必要なクルー70名のみなのですが、この船はまだ設計段階。誰かがその建設費用約1200億円を負担してくれるのを待っています。モナコまで行けないという方はこの船を買うのがいいかもしれませんね。
ベルーガ。世界の大富豪たちはリゾートでバカンスを楽しむだけではありません。めったに行けない場所に行くためにさらに豪華なヨットを作り始めています。オランダの企業は最近世界最大のヨットの構想を発表していました。ヨットの名前はベルーガ、白イルカという意味ですね。設計図を見ると全長が300メートル以上もあり、ほとんどがロイヤルスイートルーム。特筆すべきなのはこのヨットには研究室もあるということ。持ち主の科学的興味を満たすために北極海などのような場所で科学研究を行えるのです。とはいえこの巨大なスーパーヨットの建造費や維持費はどれくらいになるのでしょうか。この300メートル級ヨットならおそらく1500億円から2000億円いくかもしれません。維持費はヨット建造費の10分の1と言われているので、だいたい年150億円から200億円。果たしてこのようなヨットを所有できる大富豪さんはいるのでしょうか。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回もいかがだったかしら。日常を忘れて大海原に出るのもいいかもしれないわね。ところで気になるのは何と言ってもお値段。あなたたちが港でよく見かける普通のヨットはだいたい1隻2億円ほど。いろいろな装備オプションや税金もこの中に含まれるわ。これだけでも大変な額だけど、さらにかかるお金があるの。ヨットをマリーナに係留した場合、年間の係留費はおよそ400万円。保険代はおよそ100万円。整備代には120万円。故障がなくても年間600万円くらいかかっちゃうの。おまけに他のクルーを雇ったら年間1000万円くらいかかるんですって。異次元すぎて言葉もないとはまさにこのことよね。あなたが乗ってみたい船は一体どんな船かしら。ぜひコメント欄で教えてね。